ご視聴あざます。しです。今回は衝撃頂き女子リリちゃん映画化決定についてまとめました。皆様、2023年に世間を騒がせた頂き女子リリちゃんを覚えてらっしゃいますでしょうか。彼女が題材となり、この度映画化することが決まったそうです。どういうことなのか詳しく見ていきたいと思います。まずリリちゃんについて、スイのチャンネルでは初めての紹介なので簡単な人物紹介からしておきましょう。レンちゃんよろしく。リリちゃんは頂き女子を名乗り、出会い感情を悪用してマッチングアプリなどで知り合った複数の男性から総額1億5000万円以上のお金を騙し取った人物です。またその手口をマニュアル化して販売して他の女性の詐欺を手助けし、4000万円の脱税に及んだとされています。2024年4月、名古屋地裁により懲役9年罰金800万円の判決が出ましたが、その後2024年9月の名古屋高裁の判決では懲役8年6ヶ月、罰金800万円となってます。ちなみにリリちゃんの罰金のほか、賠償金などについては専門家から以下のような情報が出ています。詐欺罪には罰金刑がないので、罰金800万円は脱税事件に対するものです。脱税した4000万円とそれに対する重加算税、延滞税を合わせると3億円近い納税義務を負ったまま40歳近くで出所する可能性もあります。たとえ自己破産しても滞納している罰金や税金、詐欺による損害賠償金の支払いを免れることはできません。税金にも時効があるが、税務署は時効完成前に督促を行って時効の進行をリセットさせるので納税義務から逃げ切ることはできません。罰金を納付せず強制執行すべき資産もなければ、要約場留置すなわち最長2年間刑務所に留置されて作業が義務付けられます。ということで、一言で言うと人生かなり積んじゃってますね。若いと言われる年代は基本刑務所で過ごし、出所してからもお金を返すためだけの人生になりそうです。という感じで今までの情報をさらっとまとめましたが、ここからが本題です。そんなリリちゃんが映画化するとの情報が入りましたので、ご紹介を。イカネット記事引用です。頂き女子リリちゃんを題材にした短編映画頂き女子の制作が発表された。恋愛感情を利用して男性から1億5000万円余りを騙し取るなどの罪に問われた頂き女子リリちゃんこと渡辺舞、獄中の渡辺本人とのスッタの面会、手紙の交換によって行われた綿密な取材のもと、エピソードや演出、演技のディティールを再構成したナラティブフィクション作品として映画化される。プロデューサーを務めるのは、渡辺のために情状証人として出廷した身元引き受け人である立花直子。新宿で15年間コンテンツ制作事業を営む中で逮捕前の渡辺と出会い、その生き方と言葉を作品にすることを2人の間で決めていたという。なお本作はクラウドファンディングによって制作される。作品自体は収益活動を目的とするものではないが、利益が発生した場合はその一部を渡辺舞支援プロジェクトの資金管理会社合同会社への案に寄付し、連載に充てるとしている。クラウドファンディングは11月から開始予定のようですね。また映画の放映予定日についても調べましたが、書かれている記事が見当たりませんので未定のようです。では本件映画化にあたっての国民の声を聞いていきましょう。内容は違うけど、自分も副業タスク詐欺で20万やられたけど、確かに冷静に考えれば怪しいとか詐欺だなって思うところもあって、自分が悪かったって思った。頂きも同様に被害に遭った人も冷静に考えればって思う。そうなれば被害に遭った人も悪いって思うけど、やっぱり加害者騙した方が確実に悪い。それを映画化するのはどうかと思う。映画化は早いと思いますよ。確かに早い方が集客を見込めますけどね。この映画でリリちゃんは悪役と扱われるのか、生活の中で何かしらの不遇等によりホストに依存し、ホストのために人を騙すようになった被害者であったり、悲劇として扱われるのか、それにより世論は批判することになると思いますけどね。こういうのは監督や脚本によりどう見せようかという意思が強く反映するので、あくまでも捜査やインタビュー等をもとに事実を客観的に扱ったものがいいとは思うんですけどね。現時点でも加害者であるリリちゃんを擁護し、被害者を非難する人が多く見受けられます。もし犯罪者が映画で美化されることがあれば、被害者がさらに心ない言葉にさらされることを想像すると非常に恐ろしい気持ちになります。映画の内容が被害者を傷つけるものではないことを祈っています。見るだけ時間の無駄になるんじゃないかな。見たところでモヤモヤしたりイライラしたりするだろうし、これは被害者からしたらセカンドレイプみたいな感じじゃないの。性被害とはまた別かもしれないけど、映像化されたらずっと残るんでしょ。内容がどうであれ被害者はたまったもんじゃないと思うよ。犯罪者をわざわざ映画にしてまでお金を得たいのかね。昔オレオレ詐欺の手口をテレビで放送したことが原因で全国的な犯罪組織ができてしまい、さらに闇バイトからの犯罪組織までできてしまった。映像を作る側の人たちも制作する前によく考えてから制作していただきたいと思う。ということで、スイの意見です。まず映画化に関しての前にリリちゃん本人に対する評価ですが、批判を恐れずに言うと高いです。
もちろんやってることは悪いというのは大前提であり、擁護するつもりは全くありませんが、そもそも人間心理をついて人からお金を引き出す行為が難易度が高いことなんです。容姿に恵まれたということもあるでしょうけど、それをもって赤の他人に1億5000万円ものお金を貢がせたというのはすごいと思います。またそれをマニュアル化して他人にも配布していたという点、水もそのマニュアルを読みましたが、よくできていると思います。人間心理は当たり前ですが、こうすればこうなるという単純な機械的なものではないです。その方法をノウハウがないゼロの状態から生み出し、言語化し、他人でも実施可能なマニュアルに落とし込む、それだけとっても能力値はかなり高いです。会社でマニュアル作成を担当したことがある方、もしくは業務を全く知らない新人を教育したことがある方は、その難易度にピンとくる人もいるんじゃないでしょうか。ただし、能力が高いと評価した反面、大前提それが犯罪であるということです。重ねて言いますが、能力は評価しますが、やったことは全く評価しません。例えば会社の経営戦略とか営業とかでいい方向に能力を発揮していれば、その実力はかなり役に立っていたんじゃないかなと思うと、非常に悔やまれるところです。そういった評価をした上で、映画化することに関しての推の意見です。国民の声は、先ほど紹介した一部を含めてもっと多くの声を確認してみましたけど、基本的には否定意見が多かったです。その反応は当然の拒絶反応だと思います。ただ映画化に関する評価も、ビリちゃん本人と同じく批判を恐れずに言うと、条件付きでありだと思ってます。じゃあその条件とは何なのか。そもそも映画化するにあたって一番考慮すべきことは何なのかというと、それは被害者の心情だと思います。一部の心ない騙される方が悪いというコメントも目にしましたが、だからといって自業自得で済ませていい話ではなく、彼らは被害者である以上救われるべきです。そして被害者を一番考慮すべきとは、具体的にはどういうことか。それは被害者にとってその映画内容が嫌悪するような内容であれば、映画化すべきではないということです。映画はリリちゃんからの取材の上で制作されるようですね。でもリリちゃんの個人評価を高く見積もった推が言うのも矛盾してますけど、間違ってもリリちゃんを美化、正当化させるような映画ではあってはならない。あくまで犯罪者であることを前提に組み立てるべき、その点が被害者に理解を得られる内容になってるか、これが最低限守られるべき条件です。その上で、さらに踏み込んで被害者を救済できることといえば、もうあとはお金になるわけですよ。正直言って、リリちゃん本人が失職後に普通に働いたとて、支払い能力に対しての損害賠償金の額が見合うとは到底思いません。つまり被害者に戻ってくるお金は賠償請求額からかなり減額されることはほぼ間違いないと思います。これでは被害者は泣き寝入り確定です。これに対して映画が利益を出した場合に、その一部は資金管理会社を経由して弁済に充てるとされています。つまり映画がヒットして収益が上がれば、それだけ被害者の賠償請求額にお金が回るということです。被害者が心情的に許すという条件の上、あとは被害者へのお金という明確な形での被害の補填。これがリリちゃんを題材にした映画を出すにあたり一番優先すべきことだと思います。他にも倫理的なことや模倣する人が出るかなど考慮すべき点はいくつもあると思いますが、とはいえやはり一番最初に考慮すべきは被害者救済、これだと思います。ちなみに重ね言いますが、リリちゃんの行動は全く擁護してないので、その映画は収入ゼロで働いてもろて。ではスーパーサンクスの紹介です。以下、青ちゃんって氏に対するコメントです。トム様、スパさん、あざます。常連で決まっており、戦闘側もそれを容認しているのであれば、文句がある側がその銭湯を利用しなければいいだけなのでは、というのは極論なんでしょうかね。この手の人たちって、自分が気に食わない、自分に合わせるべきっていつもわめくけど、周りはあなたの気持ちを満たすために存在してるわけではないので。他人の家を使わせてもらうなら他人の家のルールに従う、ただそれだけのことです。お店で言えば利用約款というものがあるので、お店を利用するならそれに従う必要があります。ただこういう人はその当たり前を人権侵害などとよくわからない主張をするので、面白いなと思ってこのチャンネルで紹介してます。男児が女湯に入ってきて、エロいこと考えてるに決まってるとか言い出す人は、そもそも自分が男児をエロい目で見てるのではと思うのです。自己投影を勝手にして勝手に発狂するなと。それこそフェミニストさんの得意技ですね。自分がさも男性代表、女性代表、若者代表、老人代表、自分がみんなの意見の総意のように言い放って、結果味方だと思ってた他人に違いますと指摘されて恥をかくというね。そういやこの人、あそこまで息巻いていたのだから、ちゃんと城山氏を起訴したんですかね。ただちらつかせて引退させたのなら、いよいよもって女堀口の名前を襲名する時ですね。ちょうど入れ違いで、水の最新動画で進捗を紹介しましたけど、特に具体的な進捗内容はありませんでしたね。イーガルバトルは時間がかかる傾向なので、短期間で進んでないというのも違いますが、とはいえもどかしいですね。以下、ユタボン氏に対するコメントです。その自信を持つために、多くの人々は日々学校で学んでるわけで、ユタボン氏のは自分で勝手に学んだと思い込んで根拠のない自信を抱いてるだけなわけで、
人、特に子供は自分の力量がまだ計り知れてません。なので同級生と比べることで得意不得意を理解して得意分野に関して自信を持てるようになっていくものだと思うんですけどね。ユタボン氏は何を基準にしてそこまで自信が持てるのか、そしてその自信は本当に社会に出ても通用するのか、個人的にはとても疑問です。本人、不安を不安とも感じられないぐらい感性を磨くことができてないんですね。そんなにやりたいことを好きなだけやったというのなら、どれだけ立派な成果を上げたのか、まずはそこを示さないといけないのに、それができないということは、つまりはそれが結論なのではないかと。彼はなぜこの状態に自信を持てて、ファンはその活動の何に賞賛を送ってるのか、具体的な成果が上げられないことが何よりの証拠なんですが、そこに触れるファンはいないという不思議。改めてこの子の国語力、ほんま絶望的。幼稚園児のあのね、あのね、僕ね、僕ねを延々聞かされてるみたい。他人の発言の意図を理解できないというのもそうなんですけど、何を聞かれてもそれに答えるという視点ではなくて、自分の言いたいことを言うという思考が癖づいちゃってる印象です。自ら学校から離れていった時点で、もう学校からはお客様じゃないんよ。なんで客でもないやつ相手にサービスが提供されると思っているのか。中学までは義務教育なので、それでも学校は見捨てることができない立場にありました。でも高校からは留年、退学もありえます。その後の社会は言わずもがな。その現実を知ってもなお自己中を貫けると思ってるなら、一周回ってすごいと思います。褒めてはない。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。